りとしまっておこう。また減ったか。楽しく、うん、まさかここで会うとはな。ご友人かしら。ああ、ついこの間知り合ったんだ。見聞が広く博学多才で、いろいろとためになる。歴史上の岩王帝君について話し合っているんだが、お前も興味あるか？この方は岩王帝君の力を甘く見ているようでな。プロの考古学者として少し訂正してあげていたんだ。ちょうど今世界最初のモラの話をしていたところだよ。世界最初のモラ？岩王帝君の導きにより、先人たちは鉱石を精錬し、諸国と貿易を展開したのは誰もが知っているだろう。今のリーウェイには全大陸で唯一モラを製造できる権利がある。そして最初のモラは数千年前に岩王帝君が作ったと考えられる。私の考察、それから推測だと、この歴史的意味のあるモラは記念品として今も大事に保存されてると思うわ。例えばリーウェイを管理する七星は就任前に秘密裏に行われる儀式があって、そこで。いやいや、私の研究だと
この最初のモラはそう単純なものではない。ご存知の通り、モラは触媒の一つである。今もモラを使って武器を強化する術が存在する。世界最初のモラには強い力が秘められているはずだ。だから今度出す私の本でこの10年間の研究成果を証明してみせようと思っている。ズバリ、岩王帝君はそのモラを使って刀と剣を強化したという歴史を。刀と剣を？知りたければ私の本を買うといい。ちなみにその刀と剣を手に入れればリーユへの王になれると言われ。それはどうだろうか。おや、刀剣の真相の考察は置いておくとして、モラが生まれた理由は契約を結ぶための手段だ。モラを使って取引させることこそが本意だと思う。だから最初のモラも普通に通貨として使われているだろう。うん、私は関学殿の仮説は面白いと思う。逆に勝利殿、なぜ証拠もなしに否定を？いや、俺はあくまで事実を述べたまでだ。私よりも岩王帝君の見心がわかるというのかい？歴史に関しては俺も詳しくはない。だが意見が分かれなければ切磋琢磨もできなくなる。では聞こう。千年前、岩王帝君が先人たちに建築の技術を教えた。その時使われた模型は全てモラで鋳造されたものだった。そうだね。その通りだ。では仮にモラに侵力がないとして、なぜ岩王帝君はそんな贅沢なことをしたのだ？簡単だ。それはモラが最も手に入りやすく最もコストのかからない材料だったからだろう。岩王帝君の話だからな。勝利殿、その考古学に関してあなたに聞きたいことがあるんだけど、場所を変えて聞いてもいいかしら？ああ、構わないが、友人も一緒でいいか？きっと力になると思うぞ。ぜひご一緒してほしいわ。さあ行きましょう。岩王帝君はすごい方なのだ。それがまさかあのように言われるとは。人の時代に入ってもかつての神への尊敬は必要だ。楽しくもあっという間の桃源郷。また減ったか。
これから話すことは少し眼神に対して不敬だから人の少ない場所の方がいいと思ってね。勝利殿の話は理にかなっていた。多数の意見になびくことなく非常に客観的だったわ。だから他の学者とは違う答えがもらえるかと思って。勝利殿、眼神に殺された魔人はみんな悪だったと思う？善悪はさておき、眼王帝君は契約を尊ぶ。だから殺された魔人はきっと契約を保護にしたはずだ。おう、罪もない奴を殺すなんてこと眼王帝君はしないと思うぞ。でも考古学の研究をしていく中で潮の魔人に関する伝説を耳にしたわ。潮の魔人ヘウリア、彼女は善良な魔人だった。でも戦争でモラクスに実に不名誉な方法で暗殺された。え、嘘だろ？それは話せば長くなるな。真相もお前の知りたいものではないかもしれない。構わないわ、知ってることを教えてほしいの。ずっとこの件を調べてきたから。ああ、どこから話せばいいか迷っている。お、いたいた、勝利先生、探したぞ。武器を下ろせ、離れろ、戦艦軍に通報するぞ。武器なんか持ってないんだが。なあ落ち着いてくれ。俺はスネージナヤから来たただの考古学研究員だ。ファデュイは信じないぞ。ちゃんとリーウェ総務士にも報告したし、正式な許可書類も持ってる。これからリーウェで考古学調査を行い、その調査結果を全て総務士にも共有することになっている。それで王城堂の勝利先生は物知りだと聞いて、俺の顧問になってほしく王城堂に大金を支払ったんだ。つまりは王城堂の仕事だな。仕事なら仕方ないさ、王城堂には世話になっているからな。さすが勝利先生。じゃあ今すぐ出発しようか。待って、私もついてっていい？私も考古学者だから役に立てるわ。では先ほどの話はまた後にしよう。そうだ、お前も一緒に来い。この先の経験はお前の力になるかもしれない。あれは七神が確立される前のこと。魔人はもういないし、お前の目標でもないが、お前の旅に少しは意味をもたらすと思うぞ。待て、これは観光じゃなくて考古学チームだ。人が多すぎる。しかし俺の友人には唯一無二の才能がある。かなり役に立つと思うぞ。へえ、どんな才能だ？宝箱を絶対に見逃さないという才能だ。オイラも得意だぞ。確かに役に立つな。許可しよう。では早速例の渦の魔人が軍玉閣によって鎮圧された場所を見に行こう。何かあるかもしれない。古物や痕跡、魔人のかけらがあればもっといい。とにかくきっと何かしら収穫はあるはずだ。楽しくもあっという間の桃源郷。
しくもあっという間の桃源郷。しまっておこう。楽しくもあっという間。特に変わったところはないな。価値のあるものを見つけられるだろうか。あ、結構壮大だと思うぞ。景色の話じゃない。あんな対戦があった後なら何か違和感を覚えるところがあるはずなんだが、今はどこから探せばいいかもわからんな。ここは幸運閣、魔人、もしくは魔人戦争の歴史を研究したければここが最高の場所になる。伝説によると岩王帝君は岩の槍を海に投げ魔人を封印した。その岩の槍が長年の風化を受けて今の景色となった。こんな大きい山が岩王帝君の武器？俺たちが見ているのは氷山の一角に過ぎない。あの時帝君が投げた槍の数も体積もこれをはるかに超えている。ただ角度の違いやそれから海水や重力の影響でその多くは海の底に沈んだんだ。そのため風化だけでなく最初の崩落も幸運閣が出来上がった要因の一つとなっている。じゃああんな桁外れの力を持った者と戦った魔人もきっと強かったんだよな。ああ、だから幸運閣には研究の価値がある。あの歴史と関係するものの多くは海に沈んだが、渦の魔人が大波を引き起こした影響で何かが見つかるかもしれない。つまりちゃんと探せばきっと大儲けでき、古本収穫はあるってことだな。それなら安心だ。この人数なら手分けして探した方がいいだろう。ああ、では俺は友人と共に行くことにする。雑学はわかるがプロの考古学者の前で恥をかくのは遠慮したいからな。え、あ、私。なんだ、あんたの本職だろ。なぜ驚く。わかったわ。では案内するわ。ああ、珍しいものを見つけたら、そうだな、対岸で落ち合おう。あの古い魔人は元素の痕跡を残したはずだ。それをたどってみるといい。おう、元素資格で確認してみようぜ。
裁きを受けよ。消えるんだ。核はもともと魔人を封印した場所、それらの残滓が今も影響しているんだ。おそらく真ん中のあれに魔人の力が残っているからだろう。しかし彗星の元凶獣か。契約がある限り個人の感情は関係ない。そいつらを倒してあれを回収すると。燃やし尽くせ。風と共に去れ。我が命を聞きた。封じん。その割には模様が独特だな。これで何かしら情報をつかめるはずだ。戻るぞ。本当に考古学者か？何も知らないじゃないか。本当に大丈夫なのかよ。術業に専攻ありって言うでしょ。ちゃんと説明してるじゃない。喧嘩はやめろよ。何があったんだ？
こいつ考古学者なのにこの辺りの遺跡について何にも知らないんだよ。むしろ俺の方が詳しいくらいだ。だから俺の勘と経験で価値のありそうなものを持ってくることしかできなかった。ああ時間の無駄だったかもしれない。私はずっと塩の魔人の研究をしてたんだから詳しくないのも仕方ないでしょ。そっちこそモラのことしか聞いてこなかったじゃない。貴重な文化財の価値をモラで測ることしか知らないの？それはモラで言えば一番わかりやすいだろ。まさにリーユへの伝統だ。二人とも少し落ち着け。お互い見つけたものを一緒に確認しよう。そちらが見つけたものは確かに渦の魔人の影響で岸に上がったものだが、魔人とは関係がないな。残念だがこの海域にもともとあったものだ。一方俺たちが見つけた石板には不思議な模様がある。魔人の力も残っているな。研究に役立つと思うぞ。あ、早くそれを俺に渡せ。これで収穫はありだな。魔人の力、これを探してたんだ。コホン、他のものも少しは金になると思うし顧問料を回収できるはずだ。全部俺のものだからな。魔人の力がないと研究価値がないのか？ううん、私が塩の魔人の歴史を研究しているのは歴史が文化と信仰を教えてくれるからよ。あなたはお金のことしか考えてないみたいだけど。バカ言え。俺はスネージナヤの考古学研究員だ。正真正銘な。そうだ、あのコップは売らない方がいいぞ。ん？なんでだ？あれは行幸のコレクションで軍玉閣と共に落ちてきたんだ。七星を敵に回したくなければ。金になると思ったのに。ほらまたお金の話。だったら何だって言うんだ。研究成果も金もどっちも得るに越したことないじゃないか。さ、ここは終わりにするぞ。そうだ、塩の魔人、そいつには俺も興味があるんだ。次は地中の塩に行くか。あなたね、お金が全てじゃないのよ。あんたこそ文化財のことばかりで頭が固いぞ。まだ言ってる。邪魔しないでおこう。